はい、駅前でした、はい、でその一宮空襲の時に、一応町内の防空壕に逃げたんですよ。各町内に防空壕あったんです。でそこへ逃げて、まあ、お父さんはいないから、はい、母親と私兄弟2人とその母親の親がいたんですよ、で5人で入って、そして少しだったらこの防空壕の中にいてはダメだということでみんな表に出されたんです、はい、で何気なしに駅の方へ向かって歩いてたんですよね、私たち家族、そしたら駅の前にちょっと広場があって、そこにこうなん訓練用の穴かな、はい、いくつか掘ってあったんです、はい、でそこの中で入って、でもうずくまって朝まで5人いたんですけど、その間にやっぱり火の粉も落ちてきますし、で町内の人か何の人だかは消防団の方かもわからないんですけど、この川の水を汲んで頭にかけてくれた記憶はあるんです、当時川ってこの中そこちょっと東部川今ね塞いちゃってますけど、ありました道路になっちゃってる、違う暗渠になってるんだ、こっち行ってるけど、こういうふうに川が流れてる、真ん中にあった産業大会になってる川、あそうですね、用水ずっとあの辺からずっと川から水を汲んでバケツで汲んでたんで、今日は多分ね、ほんでやっていただいて、で朝になってね、空襲燃えてる出てきた穴から、まあ、出たわけですよね、そしたら家なんかも何もかもなかったんですよね、この辺も全部。7歳の時って、やっぱり体力もそんなにないじゃないですか、そうなると一晩起きてられたんですか。どうなんだ、そこまでは記憶全然ないです。とにかく怖くて、ただ怖いのと、あれでも勝手にうずくまってたんでしょうね。やけどもしたことないのに、焼夷弾かかってバーッと燃えた、で焼けただれた人が、その林の中に来た人がね、ゴロゴロにおって、もうヒリヒリキャキャってね、痛くてね、でそういう耳には残ってるけど、現実どんなもんなのかわからないもんね。だから、その、ね、燃えたとこ 見られるかですかっておっしゃったんだけど、そんな見とれる余裕ないもんね、穴の中でこうやって頭から。ね、ボクスキンと布団かぶって、そうでここがそういう朝、多分5時ぐらいになって明るくなって、ようやく穴から出て、見たら家も何もかもこの辺ずっと何もみんな燃えちゃった。でそれを私の子 の、在所へね、お父ちゃんの在所なんだけど、ちょっと弟と妹が預かってあったんだよね、5人も子供もね、見たらね、まあ、おばあさんが一宮の方見たら真っ赤なんだって、もうどうしようもない、すっごい、ほんでね、向こうから見てね、西中の方だから見て、まあこんな空の下でね、お父ちゃんお母ちゃんはまあ死んだなっておばあさんたちが言ってたらしいんで、弟たちないんだけど、まあ、私たちはちょっとね、意識の方へ逃げたから助かったんだけど、どれくらい離れてるところから見たんですかね、はい、今で言うと4キロかなんかでね、西中のっていうところ、西中のかな、ちょうど堤防ね、木曽川の堤防沿いなんですけど、あそこから見て、ここが真っ赤っかに見たんですか、もうすごい、見たこともないあれだって、まあ、私たちがそこら辺で火事があるとね、赤いとか、なんとなくこう、空が赤く見えてる、それがもうこっちね、一宮方面は真っ赤だったって言ってたもんね、それをね、今まだ生きてるけどね、私のおばさんはね、そういうことを教えてくれるんだけど、本当にね、子供が帰ってね、みんな大変だったね、大変大変、それで穴から出て、自分の家の方へこうね、こう歩いていったら、防空壕の入り口のところに男の方が亡くなってたんですよ。あ、じゃあ防空壕に入ってたら入ったか、その辺で煙に巻かれたのか、この真っ黒焦げではなかったですけどね、だからちょっとふすびたような感じ、だから煙に巻かれて倒れられたのか、そこはちょっと分かんないですけど、だからもう何とも言えない、怖いというより何と言ったらいいのかな、もういっぱいそういう人がね、うちに転がってて、まあ、それこそ原爆の後みたいなね、もう本当にね、焼夷弾がね、畑にいっぱい刺さってて、地下やっていけないって、それを避けてね、帰ってきたんだけど、もう畑もすごかったですよ、焼夷弾の。今、どっかで戦争のあれやってるけど、焼夷弾ってこんなね、展示してあるの、テレビで見たけど、ああいうのがね、もう、あそこに新宮が来て、もバラバラっと降ってきたからね、貨車の上へね、で、その下に隠れてたんやもん
逃げろ、痛みついて逃げただけで何目なんだか分からない、ね、そうね、分からない、私も一緒にね、落ちたのね、焼夷弾が、もう怖い怖いってね、もう本当にね、あのことも二度とやっ、ね、うん、でも一番ね、焼け何弾ですよね、28日の話ですか、そうですね、今で思えばね、一脈空襲だね、一脈空襲、で皆さん助かって29日にこう見た街っていうのはどんな、まあね、西一目もないから、駅から例えば今だったら建物がいっぱいあるからお宮さん見えないじゃないですか、何もないから、お宮さんはあれはどうですか、お宮さんの方まで見てないけど、お宮さんも燃えました、燃えちゃった、あ、じゃあもうこの辺の本当何にもない、何もなかったです、焼け野原です、本町まで、なんていうんですか、あそこの通りの向こうはあの残ったけど、あの家が、あのそのこっち桁は、この間お会いしたあの大江戸あるじゃないですか、あの辺ぐらいまでずっと焼けてたんです、あっち焼けてました、じゃあもう、まあ、駅を集中的にやってるから、うん、だから私の駅の近くだったからね、やっぱりあの時市役所が燃えたかどうかはこの前でわからないけど、ね、さっきの焼けどの話なんですけど、父があの焼夷弾に当たって自転車の前輪を前輪に当たったのね、で自転車がバーッと上に浮いて、体が上に浮いて、であのトウモロコシ畑に落ちた、直撃したいお家なんだもん、よかったけど、もうほとんど全身ここら辺も燃えちゃって、顔も焼けずって、それが落ちた時に下が畑だったから、その土で、あのどっちかっていうと焼夷弾の油なのね、はい、なんかが、でそのそれを火ついちゃうとダメやけど、まだ油だったから顔が全部土で溶かして、それから病院行ったもんで跡も残らなくて、よかったけど、でこういうあの体ももう全部お洋服が燃えちゃってボロボロで、でたまたま私たちを探しに親戚のお家行く時だったもんで、そこのうちも燃えとった、そこのうちめがけて焼夷弾が落ちたのね、でそれは父は私たちがいると思って竹やぶがあったけど、まさか自分狙われとると思わないで走ってね、よく引き取ってくれたと思ったのよ、ほんで私ら会った時はこういうベタっとあの本当にあのガーゼ、目と鼻と口だけ出して、今でいうミイラのあれ、駅はそういう人ばっかりなんだよ、いや、そういう、いや、そういう風で、でも生き取ってもらってよかったなと思ったけど、あのまああのタイヤで焼けずって、で当ててみたら、ね、目に残ってるの、もうそれ本当今でも子供心に、自分の親やったけど怖いと思ったね、怖い反面あの名前呼んでくれて抱っこしてくれた、ああ父やったと思って、もうそういう焼けどってさっき話してらっしゃったから、うちも父がそれに焼けずって焼けどしてね。当時病院とかは、いや、真下病院とか一番流行ってたね、で職員も長蛇の列で見てもらえないんだよね、あのすごい人で、今の山下病院ですけど、あの昔からあったんですよね、だからね、病院よりも学校とかそういうところに救助班がいて、そこで手当て行けたとかね、まあ、そういうこと文集に書いたんだけど、私たちもね、この、だからそんなね、手当てってうちにそんな何にも燃えてまで何にもないでね、うん、少々のあれはね、ほったらかしだもんね、だからうちの父はその怪我をした段階で早かったもんで、うん、山下病院がまだ列を、長蛇の列の前にいたもんで、でこういう薬もらってで帰ってきて、であともちょっと薬のあるうちはね、こうやってガーッと取ってでやってた、薬を塗って空襲があった次の日はさすがにもう学校行けないじゃないですか、学校はずっと休みよもんね、夏休みだもん、いつ召集がかかったか覚えてないね、私も覚えてない、覚えてない、ずっとお休みでしたもん、あ、7月だから夏休みでも、7月は夏休みでもう家にいたんですよ、2回空襲があったじゃないですか、はい、1回目の時は、あ、1回目の時、その最後の時はね、燃えたの、この辺は、私1回目も最後の帰ってしろ、2回目はたまたま家帰ってきた、2回目はあのこの駅の大田人がバーッと撃たれたんよね、関西でね、それはうちのにいるとあのブワーンって飛んだり低空になってきたり、お父ちゃんは勝手に飛行機が8機ぐらいで飛んできて、うんうん、ずーっと来て、でもう爆弾落とそうとすると低くなるから、昼間はね、爆弾なしね、関西機というの、うん、ビビビビビビって、ね、狙ったやつを撃つわけ、ダダダダーンと、ね、映画で見とるように弾が飛んだの、機関銃みたいな、だから
からとにかく部屋でも明かりをつけていかんって、ね、それは、ね、夜でやっとる、それは今のは朝のね、うん、ここが宇都宮の駅が襲われた時、ね、駅でも何人か亡くなってるの、ね、ほとんどの人が、そういう時っていうのは例えば日本の軍隊とか警察とかでもやっぱそんだけそのミサイルが落ちたりとかして大変じゃないですか。そうすると震災とかが、例えばこの間も東北で震災があったじゃないですか。ああいう時でもやっぱパニックが起きないように、みんなが統制取れるように警察官とかが出たりとか自衛隊が出たりとかして、なんとかこう人が暴動が起きないようにとか犯罪が起きないように抑えに行くじゃないですか。もうそういうことも何もないような、もう何もなく、ただ民間人だけが街に残ってて、自分たちの力で何とかしなきゃいけない。だいぶ経ってから配給で芋とかじゃがいもとかはねもらえたけど、まあ当分ずっとね何も食べれないとかね、何食べたやろ、近所同士でね、覚えてます、あの空襲が終わった次の日って何か食べました、何もわからない。だからそれ聞かれても記憶全然記憶ない。あの井戸があったけど、そこにバーンと爆弾を落ちて、あの大きい B29 から落とすやつ、焼夷弾じゃないやつ、あれでね、あのなんだか積んだでしょ、池、あの井戸って、はい、その輪っかがバーンともう考えられない方に飛んでてたのね。でそこでもう水汲むこともできなくて、水道完備してるわけじゃないしね、水道ないですよね、ないですね、井戸やったもんね、井戸水で、やっぱそんだけ火事が起きると水必要じゃないですか。もう全然誰も助ける人も、そういう人もいなかったんじゃない、必死じゃないですか、逃げるだけしか、ただ逃げるだけ、だからね、人のことまでね、もうね、そんな消防団もないかもね、ないですよね、近所にもなかったし、もう西市でもあんな大きな駅なのにね、燃えちゃってね、帰ってきたら何にもない、もう水も飲むこともできないぐらい、今すぐ糸ペットボトルで水やけど、水なんかなかったよね、多分、そんな飲んだ覚えもないし、全然記憶残ってない、残ってないね、その日にどうしたとしたとかね、どうしたかわからんね、あれは親について歩いただけで、で空襲が終わって、次の日はとりあえず、まあ、火は消えてたんですか、まあ、消えてた、一晩で消えて、はいはいはい、もう燃えちゃって、燃え尽きちゃって、はい、何もなくなって自然に消えた、水をかけて消したんじゃなくて、もうただもう燃えるだけ燃えた、燃えるのないと自然に消える、最初使えるものがないか、みんなして探しに行ったっていう時間の休み、食べるものとか、その鍋とか、そういうのを探していたんですか、食べたやろうか、全然もう、はい、あのそこに当時7歳の女の子ですよね、はい、なんか7歳の女の子ならではの